えっと、皆様お忙しい中、ご参加いただきありがとうございます。えー、先ほどもご挨拶させていただきましたが、大会長の今北と申します。この2日間、よろしくお願い申し上げます。今回の学術集会のテーマは、新しい領域への挑戦、そして展開です。えー、なぜこのようなテーマにしたかといいますと、今回お話しいただく先生方が、本当にいろんな領域に挑戦,、えー、挑戦されておりまして、そして今、現在も展開しております。 また、えー、本学会にご参加いただいている先生方もさまざまなことに挑戦されて、えー、そして新しい世界を展開されていることと思います。その経験や、えー、成果を共有し、そしてさらに次の展開につなげてい,いただければという思いがあり、このテーマにいたしました。えー、きっかけはまあ小さなところから始まると思います。ぜひ、えー、本学会にてそのきっかけをつかみ、えー、大きく展開していた,いただければと思います。 そして、あの、私自身も、えー、この4月に、えー、奈良県にある、清大学というところから、埼玉県立大学に移動しまして、えー、新しい街で、新しい環境の中、いろいろと新しい経験をたくさん積んで、えー、自分磨きをしております。えー、しかし、えーま、このコロナの環境のためか、もしくはあの自分の適応能力が低下したためか、思った以上に大変で、 未だ慣れていないのが、えー、現状です、えー。これももしかしたら今回の講演テーマでもあります、加齢変化なのかもしれません。今回、私の講演では、ファシアの解剖生理学的検知と加齢変化というものをテーマにしております。本来、骨格筋はその運動を開始する、えー、体制器から種々の,そのメカニカルストレスを受け、その刺激,が刺激を細胞が感知して、 生物学的応答に変換する、いわゆるメカノバイロジー機構の中で成熟が進むと言われています。ファシアは、えー、筋収縮により発生する聴力や関節運動などの外力に常に暴露されている繊維性結合組織でありますので、発達、発生過程において徐々に負荷されるこのメカニカルストレスによってその形と分布を変え、 求められる力学的特性を獲得していくようになります。そして、ファッショはその生体内部からの生み出された聴力と、えー、身体運動や重力などの外力によって受ける聴力の双方からの、えー、双方から常に付加される組織となっています。 ファシアは、いわゆる全身の組織機関の結合や組織自体を包み込んでいる結合組織であります。で結合組織は、主要な四大組織、筋組織や神経組織、上皮組織、結合組織の一つとされています。ファシアを膜と認識することも多いですが、膜にはその小膜とか粘膜とか髄膜、外膜などもあります。 でまた、その結合組織も成分によっては、えー、様々な種類があり、えー、競技な意味、狭い意味ではその組成結合組織や、えー、密性結合組織がありますが、えー、抗議のものとしては軟骨や骨なども入ります。えー、骨格筋は収縮弛緩を行うことで関節に動きを与え、それが、えー、身体運動として現れます。 その、えー、骨格筋は筋外膜。ここですね。青いやつですけれども、それに包まれて、その中にいくつも区分けされた筋繊維のグループがあって、その筋、えー、筋繊維のグループの周りには筋周膜があります。また、えー、これらの筋繊維、一本一本の筋繊維は筋内膜と。とこ,こ,これが筋周膜でここ、ここには筋内膜が存在します。で、えー これらはただ単にその区分けしているだけではなくて、それぞれの筋膜もつながっており、適度な固定と筋収縮による動きの伝達を生み出していると言われています。で、えー、筋近張の伝達の70%は、腱、えー、を介して行われるのに対して、残りの30%は、これらファッシアなどのによって伝達されると言われております。 えー、皮膚におけるファシアの行動ですが、図に示すように表皮から、えー、脂肪組織を挟んで、スーパーフィシャルファシア、千筋膜ですね、とディープファシアがこのような形で存在します。で、このような構造は身体部位により、えー、存在する、えー、部位と存在しない部位があるというふうに言われています。また人だけじゃなく動物種によってもちょっと違うというふうに言われています。こちらはそのラットの、えー、組織になりますが、 筋肉と皮下組織の間に、やっぱり、えー、銀外膜であったり、ディープファッシュが見られると思います。これは、その、えー、共用筋膜の少し上、この辺りが共用筋膜ですかね。その上の方を見てますが、こうやって指でずらすと、血管が、動く血管と固定されている、この辺は固定されていますね。血管が見えます。 要は、いくつも、いくつもの層になっておって、で、その層の、どこのレイヤーにその血管が極在しているかによって、動き、動きがあるものと動かないものというふうな形になっています。こういうふうな形で、えー、血管や神経が走行しているというふうに思われます。で、同じ場所なんですが、今度は青インクを打ち込んでみます。 で、えー、っと、これ実は同じ答えなんですけれども、こちらはもうお亡くなりになって、息を引き取った後に打ち込んで、こっちは生体の時に打ち込んでいるものです。生きてる時ですね。で、今青インクを入れます。ピューッと入れていきますが、同じ量の青インクを入れます。で、その後にどれぐらいその、このインクが浸透していくかっていうのを少し実験で見てみました。 で、えー、ちょっと倍速で早送りしますけれども。今、この時点で1分です。で、1分経って、ちょっとだけ感じるのは、ここはその同じ表層のレイヤーに、まあのー、インクが残ってますけども、こちらは結構なんか深層の方にじわーっと入り込んでいってる。あまり見えにくいんですけれども、この濃い青から下の方にじわーっと染み通ってるっていうんですか。 浸透している感じは見られます。で、3分経っても同じような感じ。だから、レイヤーを超えて入っていってる部分もあるのかなというふうな感じ。はっきりしたことはわかりませんけれども、そんなところはあるような気がします。こちらはもうほん同じレイヤーの部分で、あの、拡散していってるっていうような感じに見えたりします。これが5分ですね。5分間でも同じような感じには見られました。 こちらは今度はその生理食塩水を打ち込んでいきます。いわゆるそのハイドロリリース的なものですけども、皮膚を切開して開けた状態で、本当にそのファッシアの部分に水を掘り込むとどうなるかなって言って今掘り込んでます。で、掘り込んだ後、ちょっとあのカットして取り出してみよう。水がどれくらい出てくるかなって言って取り出してみ見ていってるんですけれども、実は 打ち込んだその生理食塩水っていうのはあまり滲んで出てこなくてここのそのファシアの部分に残ってしまってるいわゆるその水が結合している形でちょっとあのいわゆる水くれみたいな感じになっています水くれは指であの針で刺すとバーって水が出てきますけども全然水が出てこないでちょっとだけそれなんか面白い現象だねっていうことでもう一回その ファッシャーの部分を取り出して、今度はその注射針の先端にそれを巻きつけて、で、糸で、あの、くくって、水風船のような形で膨らませます。で、どれぐらいその水がその浸透してくるかなっていうのを、実はこれ見てる、あの、見ようというふうに思ってたんですけども、実はあんまりその浸透してこなくて、結構水がその中で、なんていうの、保有されているとか、で、まあ、一回開けようって言って開けてます。 開けてみると、やっぱりその、ある程度は水は出てきますけども、こんな形で、水風船の中に水風船のような形で、水くれのようなのが出てきます。で、これは実はそのピンセットで破こうとしても、破れなくて、実はその、いわゆるその、ファーシア内の、多分、グリコサミグルのグリカン的なところ、水の、水の融合、えー、結合しやすいところに入り込んでるっていうような形で、すごくあの、 なんていうの結合しやすい形になっているように思いました。で、こちらは、えー、っと、ある論文でファシアは収縮するんだっていうふうなことを言ってる論文があったんで、本当に収縮するのかなと思って、あの、電気刺激を与えています。こ,こ、ここの部分を見てください。この部分。もう一回やります。ギューって動きますよね。動いてるえますかね。 電気刺激を与えると、もしかしたら動く、だから収縮してる可能性はあるのかなっていうふうにちょっと思っています。また、これもあの、なんていうの初、初期段階のちょっと確認的なものなんで、まだまだこれからあの、やっていきますけれども、もしかしたらファッシャやって収縮する可能性もあるのかなっていうふうに思ったり。だけど、ま、ここのところには頻筋、き筋っていう筋肉があったりしますんで、それがもしかしたら収縮してるかもしれません。 まあここ数年、そのいくつかの研究によって、ファッシアの内部には、その多くの神経終末や、ルフィニ正体、パチニ正体などが存在することが明らかになっています。また、自由神経終末は、えー、スーパーフィシャルファッシアよりもディープファッシャーの方に多いというふうな報告もあります。でも、まあ、これらのメカニレフセピターが存在するということは、その直下の筋収縮や関節運動における、 特定の機械刺激によって活性化し、しえー、姿勢保持や、えー、効率的な運動パフォーマンスにも関与しているというふうに考えられています。で、えー、正常なファシアでも、互いに接着とか癒着っていうふうなことも、えー、することもあり、そのことで組織間の滑走性が低下し、痛みの原因となることがあります。えー、このような症状をファシアの重責というふうに私たちは呼んでいます。 この重積っていうのが、いわゆる筋膜と筋膜の間であったり、えー、筋膜と仙筋膜、もしくは心筋膜、あと、腱と骨膜などの間で起こっているというふうに言われています。で、えー、少し加齢変化の話に入っていきますが、高齢者の身体的特徴としては、いわゆるその老眼とか白内障などの視力障害であったりとか、えー、味覚、もしくは嗅覚異常、 であったり、臓器機能の低下など、様々な機能低下が出現します。また、紫外線によって、皮膚中のヒアルロン酸やコラーゲンが損傷するとされ、75歳の皮膚と、えー、皮膚のヒアルロン酸量と、19歳のヒアルロン酸量を比較すると25、25%ぐらいまで減少するというふうな報告もあります。 で、このことがその加齢による皮膚の水分低下,低下であったりとか、弾力性の低下であったりとか、というふうなことになっていくと思,い思われています。で、最近ではその加齢変化のキーワードとしては、筋肉なんかではフレイルとかサルコペニアというような言葉ももう一般的になりつつあります。でサルコペニアというのは加齢に伴うその筋肉量の減少であり、30歳代後半から年齢とともに出現頻度は高くなるというふうに言われています。 我が国においては、65歳以上で15%程度がサルコペ,ペニアに該当し500人、500万人程度が有しているんじゃないかというふうに言われています。高齢者を対象とした臨床研究では、筋力が筋肉量よりも速い速度で低下することも示されており、骨格筋タイプにおいても、彼に伴って側筋繊維の移植とか、あと側筋チキンのその割合が変化したりとか、 あと瞬発性が落ちてしまったりとか、あとまあ高速活性で PFK とか SDH などの高速活性も低下したりというふうな形で、えー、構造的、機能的、対謝的な変化っていうのが起こるというふうに言われています。 でファシアにおいては、えー、いわゆるその運動器における生体力学特性に影響する、いわゆる男性であったり、粘性であったり、画素性の特性を有していますが、動物実験において、加、え、齢、ー、に伴ってファシアやマヨファシアは、えー、コラーゲンの過境形成が増加することで飛行し、弾力が、えー、なくなるというふうな報告があります。人の研究においては、えー、ファシアの厚さ、 の違いも報告されています。これで見ると、年齢が高くて、男性で BMI の高い人っていうのは、結構、それに、それと比べるとあ、その反対と比べると高くなる傾向があるというふうに言われています。で腰部におけるファシアの厚さは、えー、厚さを調査した研究では、若年より高齢者の方が厚かったというふうに報告もされていますし、被腹筋、高齢者の皮腹筋における結合組織量も やっぱり、えー、若年者よりも高齢者の方が多いというふうに報告されています。このようにそのファシアの加齢変化においては、コラーゲン化強も密になり、飛行し、水分含流量も、含量量も低下し、細胞外マトリックスの合成上昇と弾力性の低下が現時点では、えー、見解となっています。そして加齢に伴う骨格筋や、えー、ファシアの構造的、機能的変化は、可動液や 運動器の力伝達に大きな影響を与えることになるというふうに思われます。コラーゲンは私たちの,その身体の中で最も多く存在するタンパク質であり、ファシアの主要なタンパク質でもあります。コラーゲンタンパク質は細胞と細胞の間にある間質と呼ばれる部分に存在する、いわゆる細胞外マトリックスの一種で、この動画のように赤い繊維が細胞がグリーンのコラーゲンを 出して細胞外に分出されてそこでそのコラーゲン繊維として繊維状に集合されていますよいしょ過励に伴いコラーゲン繊維内には新たにグルコースにより糖化が起こるというふうに言われておりますこの糖化が新たな架橋を形成することで結合組織は硬くなって柔軟性を欠くというふうになります このコラーゲンの透過は、えー、Advanced Application End Products っていうふうな形で AGS と呼ばれています。グラフはその人の軟骨のコラーゲンの研究なんですけども、加齢とともにこの上段側の各種の AGS が、えー、増加しております。下段は逆にその分解酵素、プロテアーゼによる分解性の低下が生じると報告されています。 これらの現象は、コラーゲンタンパク質の代謝回転が遅いこと、グルコースによる透過反応を促進することが考えられます。また、こちらはそのマウスを使った実験なんですけれども、これは皮膚を傷つけて、そこに透過、もしくはその非透過されたコラーゲンマトリックスを移植し、7日後の創傷治癒反応を見ております。この A のグラフでは、 えー、いわゆるその傷口ですね。傷口の大きさが、えー、透過されたマトリックスだとあまり塞がっていない。けども、透過されてないマトリックスだと結構塞がったというふうな形で、やっぱり透過が妨げているんじゃないかというふうに言われています。で、B の方は、その移植したマトリックスの中に細胞がどれだけ浸潤っていうか移行していってるかっていうのを調べたもので、やはり透過したマトリックスの中には細胞がなかなか入っていかない。 っていうふうな、えー、グラフになっている、なっています。でこちらは組織像になりますね、えー。このようにそのカレー齢、えー、コラーゲンの透過によって、いわゆる生えー、繊維が細胞の接着機能が低下させられて、相性の治癒も遅くなったりします。加齢に伴い細胞や、えー、コラーゲンが老化すると、この代謝回転っていうのが一層遅くなって、そのことが他の反応にも影響するということが分かってきております。 最後にその呼吸循環器系への影響について述べます。えー、呼吸は運動、えー、呼吸運動はガスを取り込む休息運動と排出する呼、えー、速運動とに分かります。これは横隔膜なんですけれども、うん、横隔膜自体は吸気の、えー、主導先になりますが、えー、だいたい安静時の、安静時1回換気量の60から80%はこの横隔膜が頑張ってるんじゃないかっていうふうに言われたりしています。 で、えっと、実は、その横隔膜を、この下から覗いてる状態です。これ、肩上突起ですね。これ、肝臓があります。動画見えますかね映らないな。あ、映らないですね。まあ、いいですよ。えっと、このやつは、実は、その、かなり前の研究なんですけども、横膜神経っていうのを切除して、で、本当にその、貢献、それぐらい貢献してるのかなっていうふうな形で見たものです。あ、ちょっと動き出しましたね。 で、あの、片側の大角神経が切った時の図が見えます。これ今正常です。切ってないやつですね。これからこの片側の動角神経切ります。切ると、ぐーっとこう変異してるのがわかると思います。で、こっちが麻痺してて、こっちが頑張って。要は片方しが動かないんで、代償して一生懸命頑張ってる形です。で、両側を切ると、全くこの横角膜は動かなくなります。 そうすると、えー、換気量自体は、最初は30%ぐらい落ちますけども、あのー、呼吸補助金が頑張ってくれて、その後また20%とか15%とか、それぐらいまで戻ったりもします。なくなるものもありますけども、そんな感じで、えー、60%ぐらい貢献しているのかもしれませんけども、あのー、補助金が頑張ってくれて、あの、戻そうというふうにしています。で、こちらはその神経切除ではなくて、えー、普通の加齢変化、横隔膜の加齢変化を調べたものになります。 三ヶ月例っていうのが大体相年期っていうんですかね。30歳とか、それぐらいです。12ヶ月例が、まあ、50歳、60歳とか、まあ、期。あ、青年期ですね。年期、早期、老齢期っていうような形になります。で、組織的にはそんなに変化は見られないんですけども、えー、この筋肉をすりつぶして、ミオシンのタイプがどうなっているかっていうのを調べてみると、大角膜自体はこの 2D、ダイアフラグの D だと言われますけども、ここが多いというふうに言われます。 それがまあ、加齢になってくると、まあ、比率的にはちょっと薄くなって、で、ワンが多くなっているのがわかると思います。これがいわゆるその、チキン化っていうふうな形に移行していると。で、張力も測ってみると、えー、っと、張力自体はそんなに変わらなかったんですけれども、えー、この、時間ですね、収縮時間あ、ごめんなさい、収縮して、えー、っと、弛緩するっていう、その時間が延長してて、いわゆるチキン特有の えっと、機能、機能特性になっていたりとか、強縮張力、いわゆる普通の筋力ですね。筋力なんかも下がっていると。そういうふうな結果が出ています。で、このように、その、よく働く大隔膜でさえも加齢変化っていうのは生じています。またその、筋の加齢変化だけじゃなくて、胸郭においては、もっと大きな変化が生じてるんじゃないかなというのは、私、あの、思っております。 まあ、胸郭にはその外肋間筋とか内肋間筋とか、いろんな肋間筋があったりとか、えー、前胸筋があったりとか、えー、大胸筋、小胸筋、背部だと後背筋とか、いろんな筋肉が、あの、包んでくれてます。じゃあ、包んでくれてれば、その間には、あの、筋外膜であったりとか、いろんなファシアがあったりとか、っていうふうなことがあります。で、そのファシアの加齢変化によって、胸郭の動きが悪くなっていくのではないかというふうに思っています。 実際にあの臨床の先生方は多分ご経験されていると思いますけども、呼吸理学療法とかで、いわゆる呼吸解除なんかをすると、高齢者の人っていうのはすごい、胸郭が硬さ、胸郭の硬さを感じると思います。それが多分そうだと思います。また、循環器として、まあ代表的な人の心臓は、心内膜とか、えー、心外膜、心筋、心筋層の3層で、3層高度になっていますが、さらにその外側に様々なリーガメント、 が連結していますで、循環器における加齢変化は、まあ、動脈や再動脈の弾力性が失われたりとか、まあ、動脈硬化が生じると、えー、されますが、心臓実質の障害として、その心不全なんかでは、あの心筋細胞の間質にアミロイドなどが沈着して繊維化して、いわゆる収縮不全じゃなくて、拡張不全が生じるというのも最近はよく言われています。 まどこまでがそのファッシャーに関係しているかというのは不明ですが、運動器だけでない部分でも着目する必要はあるかなというふうに思っております。いずれにしましても、えー、今後もファッシャーに関する研究を進めていきますし、新しい知見や臨床現,現場に展開していければと思っております。ご清聴ありがとうございました。はい、すません、